おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキワーノというフルーツのプランター栽培についてお話したいと思います。南国フルーツのような見た目のキワーノ、大変珍しい植物で育て方もあまり知られていないようです。グリーンカーテンで有名なキュウリやゴーヤと同じウリ科の植物になります。実は家庭菜園にも向いている不思議な植物になります。キワーノはアフリカ原産の植物で、日本ではツノメロン、ツノニガウリとも呼ばれて、その独特な模様と姿を見ると思わず声を上げたくなるフルーツになります。今では日本だけでなく、ニュージーランドやアメリカのカリフォルニアなどでも栽培されているようです。キュウリやゴーヤと同じつる性植物で、成長も早く、よく実をつけます。育てやすい植物になります。今回も実際にプランターに生植しながら、育て方も含めた7つのコツについてお話したいと思います。1つ目のコツ、栽培環境です。日当たりよく風通しのいいところで育てるようにしてください。縦横にもよく伸びるので、広い場所があると誘引しやすいと思います。支柱やネットなどをあらかじめ用意するようにしてください。2つ目のコツ、植え付け時期です。生育温度が20度から30度なので、4月下旬から5月中旬頃の暖かくなってから定植するようにしてください。3つ目のコツ、用土です。赤玉土、腐葉土を入れ、排水性の良い肥沃な用土を好みます。市販の培養土でも大丈夫です。4つ目のコツ、肥料です。肥料は鶏糞、油かすなど有機肥料を好みます。5つ目のコツ、摘心の仕方です。キワーノを育てていると脇芽が出てきます。不要な脇芽をカットすることで種子に栄養を送ることができます。株元から5節までの脇枝は全てカットするようにしてください。その先は本葉6枚から7枚で親づるを摘心し、出た子づるも1メートルぐらいで摘心し、孫づるに実をならせるようにしてください。最大4メートルぐらいまで伸びるようです。切った脇芽は刺し芽もできますが、かなり難易度は高いようです。6つ目のコツ、人工授粉です。人工授粉することで確実に着火させることができます。午前中8時までに花粉付けをするようにしてください。7つ目のコツ、収穫です。キワーノは1株で20から30個程度実をつけます。収穫撤去は8月下旬から10月末までになり、追熟の時期を含めるととても長く楽しむことができる植物になります。実が黄色くなり始めましたら収穫の適期になります。この時実にトゲがあるので、軍手などを使うといいと思います。今回植えるキワーノの苗がこちらになります。ポットで育てながらかなり大きくなりました。すでに本葉が5、6枚まで近いので、こちらの先を摘心することになります。それでは定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。園芸用のプランター15を使います。土の容量が15リットルになります。中にスリットが入っていて排水性はいいです。そして培養土、草花専用の男入りの培養土を使っていきます。そしてこちらがキワーノの苗になります。本葉が1、2、3、4、5、6、7、ちょうどこの辺で後ほど摘心をします。そして朝顔用のハンドンを用意しました。高さが1m20あります。こちらのハンドンである程度大きく育てて、それ以上伸びた部分をネットで誘引していこうと思います。それでは定植をしていきます。それでは園芸用の培養土を入れていきます。はい、ウォータースペースを5センチぐらい取るようにしてください。仮置きしてみます。少し真ん中を開けます。はい、このぐらいでちょうどいいですね。ポットから出していきます。はい、置いていきます。それでは土を寄せます。キワーノはウリ科になります。ですから
摘心する必要があります。スイカなどは親づるを一度摘心して子づるに実をならせますが、キワーノは孫づるに実をならせます。ですから2回摘心することになります。それでは落ち着かせるために軽く灌水をします。なるべく葉にはお水をかけないようにしてください。それでは支柱を立てます。真ん中を通すように支柱を立てます。折らないように注意してください。はい、このような感じになります。そして摘心をしていきます。本葉が5、6枚で摘心をすることになります。数えます。1、2、3、4、5、6、よいしょ、この辺ですね。ここで摘心をしてしまいます。摘心はハサミでなく、なるべく指でこのように取るようにしてください。そうしますとこの先から雑菌の侵入を防ぐことができます。今日は風が強いので、こちらのビニール帯で仮止めをしていきます。両面に巻いて、ここで軽く輪を通します。あまりきつく締めすぎないようにしてください。軽くでいいです。はい、このように留めることができました。以上でキワーノのプランターへの定植が完成いたしました。今回も定植と育て方について、7つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、栽培環境です。日当たり風通しのいいところを好みます。縦横にもよく伸びるので、広い場所があると誘引しやすいと思います。支柱やネットをあらかじめ用意するようにしてください。2つ目のコツ、植え付け時期です。生育温度が20度から30度なので、4月下旬から5月中旬の暖かくなってから定植するようにしてください。3つ目のコツ、用土です。赤玉土、腐葉土を入れ、排水性の良い肥沃な用土を好みます。市販の培養土でも十分になります。4つ目のコツ、肥料です。肥料は鶏糞、油かすなど有機肥料をおすすめします。5つ目のコツ、摘心の仕方です。キワーノを育てていると脇芽が出てきます。不要な脇芽をカットすることで種子に栄養を送ることができます。株元から5節までの脇芽はすべてカットするようにしてください。その先は本葉6枚から7枚で親づるを摘心します。出た子づるも1メートルぐらいで摘心し、孫づるに実をならせることになります。最大で4メートルまで伸びるようです。切った脇芽は挿し木ができますが、かなり難易度は高いようです。6つ目のコツ、人工授粉です。人工授粉することで確実に着火させることができます。午前中8時までに花粉をつけるようにしてください。7つ目のコツ、収穫です。キワーノは1株で20から30個程度実をつけます。収穫適期は8月下旬から10月末まで。追熟の時期を含めると、とても長く楽しむことができる植物になります。実が黄色くなりましたら収穫のタイミングになります。この時実にトゲがあるので、軍手などを使うといいと思います。夏のグリーンカーテンとしてゴーヤが最近親しまれています。ゴーヤに似た植物でキワーノという珍しい植物を今回ご紹介させていただきました。実も熟すと甘く美味しく食べれるようですので、ぜひホームセンターなどでキワーノの苗を見つけましたら、プランター栽培やネット栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今回はキワーノのプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。